ご視聴いただきありがとうございます。今回はラブライブデイズ2023年3月号掲載の虹学グッズリメイク企画で採用された時計の制作動画です。自分の作品が雑誌に載ったのは初めてなのでとても嬉しいです。簡単に作れるのでぜひ最後までご覧ください。早速作り方の説明です。ベースの時計はIKEAの時計です。なんか生産終了するみたいですね。他の時計でもリメイクは可能だと思いますが、気になる方はお早めに。ダイソーキャンドゥで売っていた虹がキーホルダーを使いました。100均グッズで1セット予約すれば全種類揃ったので最高です。虹学の12人という数字は時計にぴったりと思って並べてみたらこれだけでテンション上がります。ゆうちゃんをどうするかは手探り状態。カバーは平たいものを使って取り外せます。キャラの順番は0時からアニメのソロ曲披露順です。しおり子が10時なのがシリーズ初の10人目とつながってよい。時計のモーター、クォーツと書いてあるので虹学時計を作れと言わんばかりの商品でした。説明するまでもないかもしれませんが、クォーツはかすみ、リナ、カナタ、エヴァのユニットです。いろいろと定規で測定、100均のコンパスカッターで背景を作ります。先ほど定規で測定していたのはキーホルダーにかぶらない大きさに切り取るためです。テレビアニメ2期第12話の購買部メモリアルアイテムマグネットも使います。どんな感じか動かしてイメージ。ゆうちゃんは中心にぶら下がる感じにしようと考えましたが、穴が小さすぎて時計の針と一緒に取り付けられません。ならば削り取る。これも100均アイテムのネイルケア用品。100均のデザインナイフで大雑把に削って電動ネイルケアで整える。奥まで差し込めるようになりました。未加工と比べると一目瞭然。ゆうちゃんの頭まで削れてるように見えますが、保護シートがめくれてるだけなので余計な心配も満平ら。100均のが用紙を円形カットして作った虹がこちらです。円形の虹は虹っぽくないので半分にしたいです。これではゆうちゃんがゴッドガンダムになってしまいます。液状のりでくっつけます。一応マスキングテープで留めて、裏からシャーペンで印をつけて時計の針用の穴を開けます。貫通工事完了。下を真っ二つに見えなくしたいので使ってない青色を時計の直径サイズで切り取ります。画用紙が青系だけで3色あって助かる。少し時計より大きいのでハサミで調整します。やはり虹が入るのは180度までですね。両面テープで時計に中心の穴に合わせて貼り付け、そしてデザインの最終決定。マグネットは数を絞りました。マグネットは裏にマスキングテープを貼り付けています。キーホルダーの裏に両面テープで貼り付け、両面に保護シートが付いてる商品なのでその気になればテープごと裏面のシートを剥がしてキーホルダーとして使えます。せっかく作ったのでそんな予定はありませんが、そして表面のシートは取ります。100均なのにしっかりしてて全シリーズ出してほしいグッズです。12人とマグネットを貼り終えました。あとは動力源を取り付けてゆうちゃんと時計の針をつけて完成のはずでしたが、ゆうちゃんの穴だけでなく厚みも手を加える必要があるようです。単身がちっとも動かない。厚みも削って、これで時計としての機能を兼ね揃えた虹学時計の誕生だ。ゆうちゃんがぶら下がる感じにしようと思ってましたが、これ以上削り取ると耐久の問題で割れるので1時間で一周みんなの近くに行く感じで行きます。一人だけなんて選べないよ。だからよし、蓋をして本当に完成。虹学だけに虹にして写真撮って投稿したらラブライブデイズに乗りました。他の方々の作品もありますが、やっぱり自分の作品が一番なんですよね。楽しんで作って完成したから愛着がもりもりなので、次はあなたの番。自分で何かを作るってすごく楽しいことなので、ぜひ。おすすめはガンプラです。虹ヶ崎は実質ガンダムなので、虹ヶ崎の聖地巡礼するといつの間にかガンプラ買ってるから。というわけで普段はガンプラ動画とか虹ヶ崎アニメ続編まで毎日虹学ウォーターガブのみ動画上げてます。興味のある方は見てくれると喜びます。最後まで見てくれてありがとうございました。